You are a toy! You weren't the real Buzz Lightyear, you're an action figure! You are a child's plaything! 皆さんこんにちは、ウォッチモジョジャパンへようこそ。今日は映画史に残る重要な瞬間トップ10をご紹介します。 I am Oz, the great and powerful. Who are you? This is the weapon of a Jedi Knight. Not as clumsy or random as a blaster. An elegant weapon for a more civilized age. このランキングでは映画の歴史におけるより一般的なマイルストーンに加えて特別な瞬間にも注目していきます。あなたは何が最も重要な瞬間だと思いますか？コメントをお待ちしています。では行きましょう。第10位、弾丸をかわすマトリックス。映画史上最も影響力のあるアクション映画の一つ、マトリックス。1999年に公開され驚くべき成功を収めました。エージェントの銃弾をネオがかわす有名なシーンをはじめ、多くのシーンや名言が文化的なアイコンとなりました。おそらくバレットタイムの最も有名な例。バレットタイムとは、通常の速度でカメラを動かしながらアクションをスローモーションで撮影する映画制作技術のこと。これから突然、すべてのアクション映画やビデオゲームがこのテクニックを採用するようになりました。2001年に発売されたゲーム「マックス・ペイン」ではバレットタイムが多用され、チャーリーズ・エンジェルやウォンテッドのような映画ではマトリックスのような映画作りが行われました。絶叫計画やシュレックなどではバレットタイムが盛んにパロディ化されています。第9位、コンピューターアニメーション、トイ・ストーリー。1995年以降、アニメーションのジャンルは一変しました。ピクサーという小さな会社が制作したトイ・ストーリーは、その画期的なコンピューターアニメーションで批評家たちを驚かせ魅了したのです。Stranger from the outside. 手書きアニメーションにユニークな外観を与えただけでなく、アニメーションでは表現できないような信じられない技術をカメラで表現することができました。その結果、ゴージャスで驚くほどユニークな映画になり、本当に素晴らしい要素を含んだものになったのです。 All right, that's enough. Look, we're all very impressed with Andy's new toy. Toy? T-O-Y, toy. Excuse me, I think the word you're searching for is Space Ranger. この映画に使われた技術はゲーム開発者やロボット工学者にも求められましたが、何よりも映画史に残る画期的な出来事でした。2005年に公開されたディズニーのチキンリトルをはじめ、多くの企業がコンピューターアニメーションを採用するようになったのです。チキンリトル、何が起こっているの？The sky is falling! The sky is falling! 第8位、ゴラム、ロード・オブ・ザ・リング2つの塔。ゴラムの制作は非常に困難な作業でした。このクリーチャー自体はコンピューターで作られており、アンディ・サーキスが声とモーションキャプチャーを担当しています。マスティ should be resting.Master needs to keep up his strength. Who are you? Mustn't ask us, not his business. しかし、サーキスは撮影中、他の俳優たちの演技の助けになるように実際に撮影に参加していました。彼は人間の俳優と一緒に物理的に演技をし、その結果 CGI のゴラムはポストプロダクションでサーキスの上にロトスコーピングされることになりました。ゴラムの顔の動きは1フレームのレンダリングに4時間を要したといいます。Master looks after us now. We don't need you. What? Leave now and never come back. この手法は2つの塔の公開後に広く採用され、サーキス自身もハリウッドでモーションキャプチャー俳優として活躍するようになりました。彼はその後、キングコング、シーザー、最高指導者スノーク、バルーなどを演じています。Masters live to see. Raw, untamed power. And beyond that, something truly special. 第7位、初の女性監督、ベニスの商人。ロイス・ウェーバーは歴史上最も影響力のある映画監督の一人。1914年、ウェーバーはアメリカ人女性として初めて長編映画を監督。
夫のフィリップス・スマーリーと共同でヴェニスの商人の映画化を監督しました。残念ながらこの映画はその後失われてしまいます。しかしウェーバーが知られているのはそれだけではありません。ウェーバー worked on every stage of her films. She wrote the scripts. She acted in her productions. She directed and she usually sat in the editing room.映画史家のアンソニー・スライドはウェーバーをアメリカ映画界初の真の作家と呼び、1913年に発表した短編映画サスペンスで初めて登場した分割画面の技法を開発したことも知られています。ウェーバーはその後ユニバーサル社で働き、週給$5,000、現在の貨幣価値で約$1,200,000の最高級の監督となりました。そして1917年にはロイス・ウェーバープロダクションを設立し、女性で初めて映画スタジオを所有することになったのです。第6位、初のサマーブロックバスター、ジョーズ。ユニバーサル社はジョーズに自信を持っており、大規模なマーケティングキャンペーンを展開しました。そして驚くべき決断をしてこの映画を広く公開したのです。当時人気のある映画は全国の大都市でプレミア上映してからワイド展開するのが当たり前。ワイド公開はネガティブな口コミが広まる前に少しでも多くのお金を生み出す必要がある打策に適用されるものでした。I value my neck a lot more than $3,000, Chief. I'll fine him for $3, but I'll catch him and kill him for $10. また、夏に大ヒット作が公開されることは珍しく、昔から絶望的な映画のゴミ捨て場とされていました。誰もが夏の素敵な日を暗い映画館で過ごしたくなかったからです。しかし、ジョーズはそれを覆します。この映画は史上最高の興行収入を記録し、夏の大ヒット作という概念が生まれました。You're gonna need a bigger boat. 第5位、シャワーでの殺人、サイコ。おそらく映画史上最も有名なシーンであるサイコのシャワー殺人。大衆文化の象徴的な作品で、それは60年経った今でも変わりません。ジャネット・リーは出演者の中で最も有名な人物であり、映画のマーケティングにも大きく取り上げられていたため、このシーンは非常に危険なものでした。彼女がすぐに殺されたことは観客に衝撃を与え、先入観のあるプロットの予想を覆し、ストーリーテラーとしてのヒッチコックの評判を高めました。ヒッチコックは映画館に遅刻厳禁のポリシーを求め、遅れてきた観客がリーの不在に騙されたと感じないようにしました。またこのシーンの暴力性は前例がなく、検閲官の間で物議を醸し、暴力の許容範囲に新たな基準を設けることになりました。第4位、特殊効果とテクニカラー、オズの魔法使い。トロ、I have a feeling we're not in Kansas anymore. タイムマシンがあればいいのに、過去に戻ってこの映画に対する観客の反応を見たいですね。オズの魔法使いは画期的な特殊効果で瞬く間に評価され、そのほとんどが今でも称賛されています。特にジャック・ドーンが臆病なライオンとカカシのマスクにフォームラテックスを使用したことは画期的でした。しかしそれ以上にこの映画がテクニカラーの革命的な使用をしたことが重要です。ドロシーがオズの国に到着した後、映画がカラーに変わるのは有名な話で、この技術を最初に採用した映画ではないものの、最も人気のある映画であることは明らかです。視覚効果の歴史はオズの魔法使い以前と以後の2つの時代に分けられます。 No, I know we're not in Kansas. 第3位、セルアニメーションとディズニー、白雪姫。誰もウォルト・ディズニーを信用していませんでした。弟や取引先が白雪姫の制作を思いとどまらせようとしたり、映画業界では揶揄されたり、誰も映画を制作しようとしなかったのです。躊躇した理由の多くは時間的な制約と驚異的な予算にありました。
150万ドルと今でこそ大した額ではありませんが、当時は前代未聞の額だったのです。Oh, how silly of me. I'm Snow White. Snow White? The princess? Yes. ディズニーはこの映画のために家を担保に入れなければなりませんでしたが、そのストレスは十分に報われました。白雪姫は初の長編アニメーションとして成功しただけでなく、ウォルト・ディズニー・スタジオの資金調達にも貢献しました。この映画の利益で現在も営業中のバーバンクスタジオを購入したのです。ディズニーの方程式が生まれ、完成した瞬間、ウィッシングアップル Yes, one bite and all your dreams come true。 第2位、初の SF 作品、月世界旅行。ジョルジュン・メリエス監督の月世界旅行は映画における SF の最初の例とみなされています。この作品はジュール・ヴェルヌの月世界旅行や月世界へ行くなどの作品に影響を受けています。9分から18分の長さで、月に行った宇宙飛行士たちがセレナイトと呼ばれる宇宙人から逃れるというストーリーです。画期的な特殊効果と独創的なストーリーで世界的に有名な作品となりました。この作品は SF 作品として大きな影響を与えただけでなく、映画における物語の概念を広めた作品でもあります。この映画は現在でも特別なエンターテインメント作品です。1902年当時の様子を想像してみましょう。コンピューターアニメーション、特殊効果、SF などは映画の歴史の中で非常に重要な役割を果たしていますが、それらがなければ今の映画は全く違ったものになっていたと思われます。想像がつきますか？ランク外になった作品をご紹介した後、映画史上最も重要な瞬間をご紹介しましょう。スターウォーズエピソード4、新たなる希望。映画界で最も人気のあるシリーズの一つが誕生。 You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take it away。美女と野獣、アニメ映画で初めて作品賞にノミネートされた作品です。 Why did you come here? I'm sorry. I warned you never to come here. I didn't mean any harm. Do you realize what you could have done? ラシオタ駅への列車の到着、強引な遠近法など様々な映画技術を開拓しました。パラサイト、英語以外の作品で初めて作品賞を受賞しました。なるも運気がいいね。ジョーネの美がちゅ、俺にウイスキーちゅ。キングコング、エンパイアステートビルのクライマックスは画期的なストップモーションで象徴的に表現されています。1位のご紹介の前に、最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。第1位、初の長編音響映画、ジャズシンガー。映画に音が入ったのはこの作品が初めてではありません。1921年のドリームストリートには歌が、それ以前の映画にも会話や楽器の演奏はありました。 Ladies and gentlemen, I've been asked to say a few wordsしかし、ジャズシンガーは89分という長編映画として初めて音を使った作品です。しかも楽器の演奏、セリフ、歌の組み合わせなど、あらゆるサウンドデザインを一つの作品にまとめています。Wonderful pals are always hard to find. Some folks have one。この映画には2分ほどのセリフしかありませんが、無声映画の時代の終わりを告げるものでした。Every studio is jumping on the bandwagon, Dexter. All the theaters are putting in sound equipment. We don't want to be left out of it. We don't know anything about this gadget. What do you have to know? It's a picture. You do what you always did. You just add talking to it. すぐには移行できませんでしたが、ジャズシンガーは将来のサウンド映画とトーキーのための水門を開き、映画は革新を遂げました。 Wait a minute. Wait a minute.さて、あなたにとって重要な映画の節目は？また、サイコがトイレが出てくる最初の映画だということも知っていましたか？あなたのお気に入りの映画のファンファクトを下のコメント欄で教えてください。Twitter、Instagram の@RebeccaGraytonでも。では、